ピッチは絶好のコンディションです。Football is my life! な皆さんこんばんは。同じくジョン・カビラです。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りいたします。長谷川さん、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。ブラジル対オーストラリア、これが本日の対戦カードです。ブラジルの選手が入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはブラジル、アモローソ、エンベル、リバルゼ、ロベウト、エメウソン、サンパイオ、パシュート、ロベウト・カウロス、ザーボ、アウダニーニ、ジーラ。続いてオーストラリア、ボルニッチ、ポポリッチ、ムルワ、マルカット、トミー・ビトナー、オトン、ティナッパ、スロフ、トミー、キューメル、ビロファ。いよいよキックオフです。画面に向かって右にエンドを取ったオーストラリア、反対側左にエンドを取ったブラジル。志田の香り、ゴール、ブリリアントゴール、セレッションブラジレイラ。開始早々早くも1点を奪いました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、ファールを取られました。リバル、十分狙い撃ちですかね、長谷川さん。そうですね、これなら期待してもいいかもしれませんね。救命スローイン、アモローソ、体を入れてきます。パーポスト、オトン、キーパー真正面、おっと足がかかった。リバル、長谷川さん、はい、この位置からのフリーキックですよ。狙ってくるかもしれませんね。直接狙った、運んでいきます。誰に合わせるのか、これはゴールキック、ゴールマウスに嫌われた。ボールが宙をさまよう。サンパイオ、リバルド、ボルニッチ、ゼ・ロベウト、主審笛を吹いた。センターバックがチームメイトにパスを入れます。ハイボールを競り合うリドフ、華麗なドリブル、放り込んできた。スロフ、ジェイラー、
ボールが宙をさまよう。ロベウト・カウです。ガンガンプレスを立てます。さあここからどう攻める。必要なマークをもっとスクイーズにするべきですね。エンボここで折り返す。カットできるのか。アモローズシュート。絶対なんでアートだ。セレッションブラジレイラ着実に点を重ねます。スロー VTR でご覧ください。ゼロベウト。トミー・ビトナー、ビロパンチラインへ逃れた。アモローズ味方を探してますよ。フォローが浅いですね。折り返した。ボールが宙をさまよう。攻めきれない。さあここかゴール。シューバーユーピホゴール。素晴らしいゴールです。得点は1対2。オーストラリア1点のビハインドです。さあもう一度見てみましょう。出た。これはピンチ。スロー。クロス。アンビリバボールゴール。スーパーゴール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 。ミラクルゴール。オーストラリア。ついに同点です。これで試合が面白くなってきましたね。さあもう一度見てみましょう。叩きつけるようにシュート。この選手のポジショニングは本当に素晴らしいですね。エメウソン。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対2。試合が拮抗しています。さて長谷川さん、はい、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、サイド攻撃にもっと意識を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦ゆっくりじっくり参りましょう。後半戦キックオフ。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。シュート。これはコーナーキック。横にそれてしまった。3対2。リバル決まった。ゴール。エクセレントゴール。セレッションブラジレイラ引き離します。さあもう一度見てみましょう。リバルド。この選手は動き出しが非常に速いですね。
さあ速攻か。エンボ、アモローソ、ゴル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 ゴペースを埋めないと。後ろに戻します。いけいけドビバドゥ。おっと旗が上がった。微妙でしたね。丸カット。ボールが宙をさまよう。9枚トミー、さて長谷川さん、このフリーキックはどうご覧になりますか。誰かに合わせてくるかもしれません。狙ってきた。ゴール。直接で仕込んだ。得点は3回でオーストラリアリードを許しています。さあもう一度見てみましょう。スロー後半15分。リバルド。センタリング。ゴール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 。攻撃の手を全く緩めません。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。こうして見ると全てのパワーを機体へと集中させているのがよくわかります。ここでカット。気をつけなければいけません。ゼ・ロベウト。アモローソ。ディナップ。サイド。ハイボールを競り合う。ヘッドでつないで決めることができない。リザーブの選手が体を動かしています。華麗なドリブル。主審笛を吹いた。ポポリッチ、これはイエローカード。気をつけてプレーしなければいけませんね。選手の交代です。センターバックがチームメイトに喝を入れます。ドリブルで上がる。シュート。ミロ折り返す。3対エンボ。中へ放り込む。これは危ない。放り込んできた。
オフサイドにはならなかった。ここで折り返す。ロベウト・カウダス、ニアサイドヘッド、ロベウト、ヘッドでつなぐ、ディナップ、ここで試合終了のホイッスル。ブラジル窮地をしのいで勝利をものにしました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。実にいい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。